2019年12月現在の YouTube コミュニティガイドラインをお伝えします。トラブルを回避するための一般的なルールをご紹介します。これらのルールに注意し従うようにしてください。抜け道を探す、つけ込むといった行為はせず、ルールをよく理解し尊重するように努めてください。ヌードや性的なコンテンツ、性的満足を意図した露骨なコンテンツ、ポルノなどは YouTube では許可されていません。フェティッシュを含む動画は削除されるか年齢制限が設けられます。暴力的、生々しい、あるいは侮辱的なフェティッシュはほとんどの場合に許可されません。このポリシーに違反するコンテンツを見つけた場合はご報告ください。コミュニティガイドラインへの違反を報告する手順はこちらでご確認いただけます。報告すべきと思われる動画、コメント、クリエイターのチャンネルを複数見つけた場合は報告ツールにアクセスしてください。未成年者を性的に描写したコンテンツや未成年者を性的に搾取するコンテンツは YouTube で許可されていません。児童ポルノが含まれるコンテンツは全米行方不明非搾取児童センター NCMEC に報告され、国際司法機関と共同で措置が取られます。影響、コンテンツを投稿する場合、以下の内容のいずれかを含むコンテンツは YouTube に投稿しないでください。性的満足を目的とする性器、胸部、臀部の描写、着衣、非着衣を問わず、性的満足を目的として性行為、性器、フェティッシュを描写したポルノ、このポリシーに違反する他の種類のコンテンツ、マスターベーションや性器、胸部、臀部の愛部、視聴者に性的満足を提供するための大人のおもちゃの使用や描写、有名人の露出事故やヌード写真の流出、性的満足を目的とする暴力的、生々しい、あるいは屈辱的なフェティッシュコンテンツ、性的満足を目的とするヌードまたは部分的ヌード、性的満足を目的とする性行為の露骨または間接的な描写、性行為、ポルノ、フェティッシュコンテンツのアニメーション、合意のない性行為または本人の意に反する性的対象化、従官の描写または助長、近親相姦の描写または助長、性的満足を目的とするコンテンツの集約、未成年者が関わる性的なコンテンツ、このリストが全てを網羅しているわけではありません。年齢制限のあるコンテンツ、ヌードなどの性的なコンテンツが含まれる場合で、かつ上記の内容が含まれていない場合は年齢制限を設けることがあります。コンテンツに年齢制限を設けるか、コンテンツを削除するかを決定する際には次の点が考慮されます。衣服で覆われたまたは露出したチブサ、臀部、性器が動画の中心にあるかどうか、動画の登場人物のポーズが視聴者の性的興奮を引き起こすことを意図したものであるかどうか、生々しい言葉やみだらな言葉が動画で使用されていないかどうか、動画の登場人物による行為が視聴者を性行為に引き込むかどうか、キス、挑発的なダンス、アイブなど、衣服、ランジェリーなどが公共の場で一般に受け入れられるものであるか、性的な画像や音声が不鮮明、不明瞭になっているかどうか、性的な画像や音声がコンテンツ内で短いか長いか、このリストが全てを網羅しているわけではありません。このポリシーは動画、動画の説明、コメント、ライブ配信などの YouTube のサービスや機能に適用されます。これらはほんの一例です。このポリシーに違反する可能性があると思われる場合はコンテンツを投稿しないでください。教育的コンテンツ、教育、ドキュメンタリー、科学、芸術が主な目的であり、必要性や脈絡がある限りヌードも許可されます。例えば乳がんに関するドキュメンタリーは適切なコンテンツと判断されますが、
性的満足のためにそのドキュメンタリーから抜粋したクリップを投稿した場合はその限りではありません。先住民のコミュニティ、医療処置、出産、芸術的演目、または授乳の映像から抜粋されたヌードはドキュメンタリーの例外を満たしていない可能性があります。動画の主な目的を YouTube や視聴者が容易に判断できるようタイトルや説明でコンテキスト、動画の状況説明を提供するように心がけてください。例、次のようなコンテンツは YouTube で許可されていません。ポルノ以外の映画、ショー、その他のコンテンツから性的なコンテンツを抽出したクリップ、痴漢行為、ズボンを下ろすこと、公共の場でのマスターベーション、スカート内の盗撮、覗き行為、露出、同意なしに相手を性的対象化するその他のコンテンツ。これらはほんの一例です。このポリシーに違反する可能性があると思われる場合はコンテンツを投稿しないでください。その他の例、性的満足を目的としてヌードや性的なテーマを含むコンテンツを集めた再生リスト、ダンサーの性器、臀部、胸部に焦点を当てた挑発的なダンス、レイプをあらゆる形態で性的対象化するコンテンツ、または脚色されたレイプシーンのクリップを集めたコンテンツ、性的満足を目的とする性行為の音声やテキストによる描写、性的満足を目的として体液や尿などの排泄物を示すコンテンツ、注入や食事など日常的なものや場面を性的満足のために使用したコンテンツ、性的満足のために開発または修正された、または本人の意に反する性的対象化をテーマとしているビデオゲームに関するコンテンツ。このポリシーに違反するコンテンツへの措置。コンテンツがこのポリシーに違反している場合はそのコンテンツを削除し、その旨をメールで通知します。投稿したコンテンツが初めてコミュニティガイドラインに違反した場合は警告を受けるだけでチャンネルが罰せられることはありません。2回目以降の場合はチャンネルに対して違反警告が発行されます。違反警告を3回受けるとチャンネルは停止されます。違反警告システムについて詳しくはこちらをご覧ください。この情報は役に立ちましたか？はい、いいえ、はいだと思ったら高評価をお願いします。